日本のショッピングカートショッピングカートとは、セルフサービス方式の商店で商品を購入する際、購入を希望する商品を積載して持ち歩けるようにした台車である。呼び方に関しては、イギリスではトロリー。アメリカでもニューイングランドの一部ではキャリッジやショッピングキャリッジと呼ぶ。またところによってはバスカートないし、バスケットという呼び方がされるところもある。日本では 家庭用品品質表示法の適用対象とされており、雑貨工業品品質表示規定に定めがある。また、日本では、荷車類のうちショッピングカートだけは歩行者の扱いを受ける。行動上を通行することはあまりないが、駐車場等での法令上の扱いに関連する。日本の主なショッピングカートを生産しているメーカー。川淳スーパーメイト、ヤマト産業対応。 ビルメン中日産業、岡村外国のショッピングカートショ,ショッピングカートは、スーパーマーケットやデパートディスカウントストアなど、広い敷地面積を持つセルフサービス式の店舗で、消費者が商品を棚から取り分ける際に利用する台車である。通常、買い物家具を乗せて用いられ、一段式、二段式、三段式がある。また、幼い子供連れの買い物客のために、 呂車のように用事を乗せることができるようにしたタイプもある。小スペース上の配慮から一つのショッピングカートは同じタイプ同士を前後に深く重ね合わせられるよう形状が工夫され、店舗入り口ではこの重ね合わさった列で置かれた状態の最後尾を引き抜いて使用する。この台車の利用には少なくとも対面する台車同士がすれ違えるだけの通路の幅が必要でもあるため、 狭い店舗では利用しづらく、その点で、コンビニエンスストアなど、セルフサービス式の店舗であっても、利用できない形態も見られる。特に台車の性質上でエスカレーターなどの移動設備には利用しがたく、エレベーターの場合は、乗り降りがやや面倒ともなるため、一般にショッピングカートを利用できるのは、平面的な広い敷地面積を持つ施設となりがちで、ある。日本国内では、 デパ地下に代表される食料を品売り場で普遍的に見ることができる。また郊外型店舗では広い駐車場の中にまでショッピングカートで出入りできるところもあり、消費者は自分の車のところまでカートを押していって購入した商品を積み替え、空になったカートは駐車場内の所定の場所に放置できるようになっているサービスも見られる。これらは店舗の係員が 駐車場内を巡回して回収している。効果投入式カート客が様々な場所に放置すると回収に手間取るため、利用の際には上に効果を差し込んで、ロックを解除し、客が所定の置き場に戻すと効果が戻る仕組みを取り入れたものもある。種類によっては家族連れで幼児がいる家庭に特化し、子供を座らせるためのシートを持つものや、あるいは子供の娯楽のために、 乗り物上の構造をして屋根部分に買い物カゴを乗せるものも見られる。このカートは常用玩具とは違い子供が操作して移動することはできないが乗り物に乗った雰囲気で子供を楽しませることができるよう工夫されている。海外においては電動常用型のショッピングカートが存在する。店舗に依存しないショッピングカート上に述べたのは店舗側が 客の利便性に配慮して設置しているショッピングカートだが、これとは別に個人で所有できるショッピングカートも存在する。ものとしては、馬車のようなものから大車前としてカゴを持たないものまで様々である。日本では1980年代頃より、高齢者向けのショッピングカートが普及しており、買い物に出た高齢者が買った食料品などを収めて運搬するために利用される。 製品によっては簡易的な椅子の機能を備え、ブレーキを固定することで、上に腰掛けて休むことができるように設計されている。また、内部の生鮮食品の温度が上がりすぎないよう、断熱構造を持つ製品も見られる。これは、出かける回数を減らすために一度の買い物で大量に、食品を買うが、疲れやすいために、休み休み運搬できるように、という配慮である。ショッピングカードが、 初めて登場したのは1937年6月4日のことである。アメリカオクラホマ州のピグリー・ウィグリーというスーパーマーケットチェーンを経営するユダヤ系アメリカ人のシルバン・ゴールドマンが発案したものである。彼は機械工のフレッド・ヤングの手助けにより木製の折りたたみ椅子をベースにした自分の設計に基づいて最初のショッピングカートを組み立てた。 彼らはショッピングカートを金属製の枠に車輪と鉄線の買い物カゴを取り付けた。別の機械工、アーサー・コステッドがそれに工夫を加え、鉄線を成形し溶接して作業ラインに乗せて大量生産できるようにした。このカートは1940年4月9日に米特許番号2196,914号を取得、名称は セルフサービス店での買い物か、ごキャリアーとなっている。彼らは、この発明を、目新しい提案の一部として、買い物かごを持たないで、お買い物にという宣伝文句とした。しかし、彼らの発明はなかなか普及しなかった。男性はそれを軟弱でめめしいとみなし、女性はそれに馬車を連想した。ある女性客は、私なんかも、この前馬車を押してから、 ずいぶん久しいもんだわ、と嫌そうな感想を漏らした。この発明品は幾度ともなく改良を加えられ、ゴールドマンは来店する客に挨拶をするたびに、その便利さを説明した。その甲斐あって、ショッピングカートは人気を博するようになり、ゴールドマンは奥万長者になった。それでも彼は、ショッピングカートの改良を続け、ショッピングカートの買い物カゴのサイズが大きくなれば、 お客はそれだけ多く買い物をしてくれることに注目、買い物カゴのサイズはますます大きくなっていった。今日ではほとんどの大規模小売店やスーパーで客の便宜のためにショッピングカートを備え付けている。インターネット上の通信販売で一般にショッピングカートというと CGI を利用して買いたい商品を一時的にリストアップできる機能である。ショッピングサイトによっては 買い物かごと呼ぶ場合もある。この機能では、ショッピングサイト側のサーバーと HTTP クッキーを利用した働きにより、購入しようと選択した商品のリストが自動的に作成され、商品選択やショッピングカート確認の都度、合算した金額が示されるようになっている。なおインターネットを利用したオンライン販売では、 操作ミスや通信トラブルなどの問題が懸念されるため、これらショッピングカート機能では一旦、どんな商品を選択したかが、購入決定前に何度でも確認できるようになっており、これは上に述べた台車としてのショッピングカート同様に、間違って買ってしまう事故が防げると考えられている。消費者はこのリストを見て、誤った操作で、リストに加えてしまった、必要のない商品の購入操作を、 簡単に取り消すことができる。最終的にリストを見ながら操作間違いなどがないことを確認した消費者は購入決定の操作を行うことで商品の購入から生産、届け先の指定といった操作に進むことができる。なお最終的な購入決定の操作を行うまではリスト上の商品が発注処理されることはないため現実のショッピングカートとは違い。 必要ならいつでもウェブブラウザを閉じるなどして、ショッピングカートを放り出して、買い物を中止することが可能である。しかしショッピングサイト側の設定などによっては、一定時間内のセッションは保持されたままである場合もあり、閉じたブラウザを開き直して再び同じウェブサイトに接続すると、中断したままのショッピングカートのリストが残っている場合がある。これら機能は、 特定商取引法など消費者保護の観点に立ったもので消費者が機械の操作ミスで不要な商品を購入しないようにとの配慮による。この問題に関しては日本では1990年代末頃に増大し始めた電子商取引需要にも関連し国民生活センターにもインターネット経由の通信販売に苦情が寄せられ始めた頃に議論となった。このため 一回商品画像がクリックされた程度では注文されないよう二重、三重の確認操作が必要になった。なおこの機能は市販の CGI パッケージソフトウェアの他、電子商店街ウェブサイトが提供するサーバーとセットになったパッケージも見られる。前者はオンライン販売業を行おうとする者にとってベッレンタルサーバーと契約する必要がある他にも CGI や HTML の基礎知識がないと扱いが難しい製品も見られるなどやや技術的なハードルも高いが後者は電子商店街を経営する企業と契約した後は電子掲示板やブログのような操作感覚で商品を登録・販売業務を行えるサービスも見られる。米国でショッピングカートレディというとホームレスの女性を指している。これらの人々は 空き缶や空き瓶拾いなどで容量の大きなショッピングカートを使い、これらリサイクル資源を回収して回り、それらを売って生活費を稼いでいるためである。前述のスラングの通り、店舗に設置してあるショッピングカートを無断で店舗の敷地外に持ち出して自分のものにしたり、敷地外に持ち出した後でその辺の空き地や歩道などに放置するといった問題行為がアメリカなどを中心に、 しばしば発生しており、1万1発覚した場合には、原則的に窃盗罪や横領罪などの扱いとなる。これに対して、一部の店舗では、敷地外にカートが持ち出された場合、自動的にそれを検知して、カートのタイヤにロックをかけるシステムを搭載している。もともと、ショッピングカートの車輪は、道路での使用に耐えるような耐久性はなく、 このように持ち出されて破損したショッピングカートの補修費用や店舗外に放置されたショッピングカートの回収費用、紛失したショッピングカートの費用が店舗の負担となっている。近年は日本でもこうした放置ショッピングカートが散見されるようになってきており、マナーの向上が求められている。ありがとうございます。